つけた方がいいんじゃないかなということで USB 購入が悪夢の始まり1年で200%の利益マルチ商法大学生被害続出と、えー、毎日新聞が、えー、伝えておりますこれ傍から見るとですねなんでこんなのに騙されるんだと思うんだけども意外と自分が当事者になるとどんなに賢い人間でも騙されるっていうことがありますからね、えー、これは男子大学生21歳が、えー、毎日新聞の取材に応じたんですよこれ何かっていうとそのバイナリーオプションとかいう 投資話でもう1年間で投資額の200%儲かるんだというような歌い文句で金を払わせていたということです最近投資を始めたんだよね月20万ぐらい稼いだ男子大学生は昨年8月同じ学部の友人と居酒屋で突然投資の話を切り出された投資のやり方は先輩に教えてもらった先輩に会わないそう持ちかけられたもともと投資に興味があったこともあり話を聞いてみるだけなら と応じたもうこの時点で怪しいでですよねなんでその儲けのアイデアを人に教えるのか本当に儲かるなら誰にも教えずにその自分たちだけでやってればいい話じゃないですかなので向こうからやってくるのは絶対に手を出してはいけないなということですよ1週間後友人と一緒に都内の会社員という先輩と喫茶店で待ち合わせた税理士の方と話しているからと34時間待たされた後と。 もうこの時点で帰れよって思いますけど先輩が現れバイナリーオプションの投資用 USB を紹介された勝率は8割34年続ければ家賃30万円のタワーマンションに住める夢のような誘い文句に続き USB の金額は53万7000円と明かされたお金はどう工面すればいいのか大学生が尋ね,ねたが教えてもらえず同じように USB を使って成功したという別の先輩を紹介された これもう53万7000円なんておかしいじゃんって多分大半の人が思うでしょうただこういう投資話って逆に高い方が信用度増すんじゃないかなっていう気もするんですよね例えばこの何倍にも儲かりますっていう情報が1000円とかで売ってたら1000円それ絶対嘘情報でしょうとなるんだけどもこの53万っていうこの妙にリアルに高い金額だからこそあなんか真実味があるんじゃないかと考えてしまい買ってしまうのかなと えー、で同日別の先輩の男性とファミレスで会った学生の夢に投資してくれる場所がある、えー、大学在学中に投資を USB に出会い働かなくても稼げるため就職しなかった先輩は熱弁を振るった明日からやっちゃおうよ友人も畳みかけてきたこの時友人と会ってからすでに12時間が過ぎていたうんと男,、えー、男子大学生はうなずいた断りにくい性格から答えてしまったと振り返る これも宗教とかマルチ商法の定番の手ですよね、その12時間っていうのがありましたけど、こう疲れてるときって人間、判断が鈍るんですよ。宗教とかでも、あのしっかり洗脳するために、狭い部屋に閉じ込めて、もう時間も今何時かわからないような状況にして、ですねもうだから一日中、明かりがついてるか、逆にもうずっと真っ暗にするとか、時間感覚を狂わせて、もう疲れさせた状態にして、あの教祖の洗脳テープとか流すわけですよ。 それで判断能力がしぶあのもう混乱した時に教祖がこう暗示を与えるともうその方向に、えー、マインドコントロールされてしまうということなんですね。まあ、なので、えー、これもですねそれをまあ派生系で疲れさせて判断力を鈍らせて買わせるということですよね。で、この翌日の話になるんですけど、これさっきですね、学生の夢に投資してくれる場所があるという話をこの謎の先輩してたじゃないですか。じゃあどんな場所が どんなところがこの学生の夢に投資してくれるのかなと思いきやですねこれ学生ローンの事業所だったとえ数件の事業所で少しずつお金を借り計60万円を手にして投資用 USB をえ購入したとお金を借りる名目は海外の大学に2週間留学に行くと嘘をつくように指示されたこれ嘘じゃないかっていうねしかも2週間留学してもどうにもなんないと思いますけどねでですよ だだんだんこの勧誘する側に回っていくんですねある方法で50万ぐらい月に稼いでそれを投資の元手にしている2週間が過ぎると仲間から新たな提案を受けたさらに1か月後仲間内でビジネスと呼ばれる行動に誘われた知人友人に USB 購入を持ちかけ成功すると1人当たり紹介料6万円が支払われるマルチ商法の誘いだったということなんですね だから結局の投資自体では全く儲からないしこの USB この53万円の USB を周りのやつに売って友達を亡くしつつまあ橋金を得るというまあ、そういうビジネスモデルですよね、えー、弁護士の分析によると被害者らが購入した投資用 USB はインターネットで無料公開されている為替相場をグラフで表示するソフトを改変したものだった、えー、次の5分間で為替が上がるか下がるかを予測する矢印が1日数回 グラフ上に表示される矢印が表示される時間は決まっていないため常にソフトを起動しなければならないと、まあ、これがだからバイナリーオプションのなんかねその当てるとかいう話でこのインチキソフトっていうのはま無料公開されてるような、えー、情報をま改変したものであったとでこのバイナリーオプションとは何かと、えー、為替相場が投資した時点からある時点までに上がるか下がるかを予想する取引これ何じゃこりゃっていう感じなんですけどもね 当たれば投資した金額に一定の倍率をかけた金額を受け取り外れれば投資した全額をすべて失う、えー、国民生活センターによると短期間に繰り返し取引することができるため損失額が大きくなる恐れがある投機性が高い点などから国民生活センターなどが2014年頃から注意を呼びかけてきたが最近はさらにバイナリーオプションの投資用 USB をめぐるトラブルが急増していると。ね 皆さんも見たこととないでですかとかで僕もねなんかなんだろうこの人ツイッターやってるとフォローしてくれる人がいるじゃないですかでフォローしてくれる人の中になんだろうこの人と思って見るとですねこのバイオプで私めっちゃ稼いでます弟子もいますみたいな人がねいたりするんですよそういう人ってまあ男性でもこう女性でもなんかこうキラキラした感じを 演出していていですねやたらこう写真が綺麗でこうブランド物とかね「こう今日はヴィトンに行って100万円分買い物しちゃいましたこれがその証拠の袋です」とかさ「あの今日はなんかファーストクラスでどこに行ってきました」とかそういうね連中なんですよであの弟子とされる人との LINE のねこうスクショとかを貼ってるんですよね「なんとかさんのおかげで私も貧乏を脱出できました今月はもう200万円は固いです」とか「バイオプのおかげです」とかね っていうのを書いてあの、私はもっと投資を皆さんに教えて世界を幸福にしたいんですとかなんか書いてですね、あの教えてほしい方はこちらの LINE までと。なんかこう、LINE アットの登録を促すということなんですよね。あんなので、ね、全部でたらめですよ。もう間違いなく。まあ、さっきも言いましたけど、そんなお金が儲かる話になって、なんでそれを教えてやらなきゃいけないん,ですいけないんだって話じゃないですか。そんな人に教えてる時間で自分がやってた方が、 よりだって儲かるわけですよね。なんでそんなバレて万が一規制されたら困るような話を言っちゃうのか全部その儲けるためにやってるだけであってというかそのあれやっぱ引っかかる人がいるからやってるわけですよねそれが不思議なんですよね多分1,000人1,000人いたら999人はバカじゃねえのって思う話なんですよ そういういなんかツイッターアカウントにしてなんかフェイスブックとかにもいますけどもバカじゃねえのって思う話なんですけどもやっぱねこの1000人に1人とかいるんですよねえそんなにこのバイナリーオプションで儲かるの話聞いてみようかな LINE 送ってみようかなって考えちゃう人がいてそういうねその洗脳非非洗脳特性を持った人って世の中にいるんだなというのを僕は今年特に感じましたねだから彼らからすると 999人にバカだと思われても、1人に引っかかればいいわけですよ。で、その1人っていうのは、53万とか出してくれるわけですから。和也の投資ノウハウの入った USB を売ってくださいと。<laughs> 僕が詐欺師になるじゃないですか、もう。そんなのり始めた <laughs> でも、あの、まあ、これは、まあ、ないと思いますけど、僕がそういうことをやり始めたら、こいつ、金ないんだなって思ってください。何かで借金を作ったとか、なんかやらかしたなと。それはもう、なんか終わりですよ。その状態になっちゃったら。<laughs> やメソッドとか、ね、いやでも僕はなんかやっぱ和田さんとかすごいあの投資、まあ、昔それが本業だったっていうのもありますけど興味がずっとあるし、まあ、めちゃくちゃ詳しいから、あのー、いろいろ聞きながらねやってるっていう面もありますし和田さんだったら USB 売るかもしれないですね <laughs> <laughs> 私の私の30年のこの投資ノウハウを一つの USB にまとめましたって <laughs> <laughs> この私の,この30年分の当時ノウハウをたったの98万円でとかねそれはちょっとあるかもしれないですね <laughs> いやでも多分ねカうェいると思いますよ USB 和田さんがこう売るって言ったら <laughs> まず壺からおすすめします、ね、もう壺投資にならないですからねあってもねはい、まあ、ということで まあここ,これ見てる人は多分引っかからないと思いますけどもバイナリーオプションとかであの変なやつ見つけたら注意していただきたいなと思います。